チャブでしのいでるチンピラが弁護士とは笑わせるじゃないか。もうなしが、これから駐車場に行って我の車にガサかけてもええんで。1ミクロンでもシャブが出てもいい。10年は臭い飯食うんだ。そういや、もうなしが、栗原金融いう金貸し知っとるじゃん。そこの経理係が行方不明らしいじゃな。のそいつの居場所を教えてくれりゃ目つぶっちゃったもええぞ。知らん、わしは何も知らん。じゃあ10年じゃ。行こい、わっぱ出せや。はい。10年でも20年でもぶち込め。わしは知らんもん知らん。死んでもちっころなんかしゃらせんけ。冗談で冗談。おもろやっちゃの。今日のことはわしの胸にしまっとくけ。安心せ。これ、くんさい。お、何をする気じゃ。人間の体っちゅうがの、異物が入っちゅうと具合が悪いらしいんじゃ。可能するといけんけ。自慢の真珠取り出してる思っての。やめやめ。俺大神さん、ダメです。そんなことこのまま署に連行して話を聞きゃええじゃないですか。邪魔したら我も来るぞ。あんた来るちょる。おう、来るちょる。捜査のためなら、わしは悪魔にも魂売り渡す男じゃ。おお、やめやめてくれ。こらやめろ。やめやめろ。やめろ。待て、わしが喋ったら刑事でもおられんようになると。面白そうじゃないの。どがな噂なら。14年前に金村さんを殺したんはあんたじゃろ。それでしまいか。あ？あ、でででで、どうしたんだな。すっかり縮み上がったじゃないか。あれだ。じっとしてね、じっとしてね。出た。何用事だ。我が喋らんでも、わしは我がチン殺した言うて加古村に吹き込むこともできるんで。あ、いけんか。じゃあもっちょ行くぞ。極道法律で押さえつけたところで何も変わりはせまい。奴らを生かさず殺さず飼い殺しにしとくんがわしらの仕事じゃねえか。1ミクロンでもシャブが出てもいい。10年は臭い飯食うんだ。おら、大神さん、そないですよ。なんで眠ないこと抜かしとんじゃん。悪いが、このミスはうちの島じゃ。加古村を壊滅に追い込むんだ。やだ。ずら、何じゃ、ふざけんのこら。あんた、クルーチョル。おう、クルーチョル。警察じゃけ、何をしてもええんじゃ。極道は顔で飯食うとるんだ。わしら行くけの。それだけはやめんだ。邪魔したら我も来るぞ。土地が壊れるまで戦争しちゃろうじゃないの。じゃあ聞くやの、正義だなんじゃ。孤狼の血、5月12日。